国家安全保障会議と岸田内閣が2022年12月に国家安保障戦略防衛計画の対抗防衛対抗中期防衛力整備計画中期防を策定してから初めて、防衛省が2023年7月28日に公表した令和5年版防衛白書において、北朝鮮などの弾道ミサイルを防ぐ手立ての一つとして開発を進めているイージスシステム搭載艦のイメージ画像を公開したよ。しかし、政府と防衛省がこのイージスシステム搭載艦の導入に踏み切るに至るまでには様々な事態によって引き起こされた紆余曲折を経た経緯があったぜ。さて今回は防衛省が開発を進めるイージスシステム搭載艦とイージス護衛艦との違いについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。近年、ひたすらに弾道ミサイル発射実験を繰り返している北朝鮮はその性能を確実に向上させているけど、かつてはまともに飛行することもできないのではないかと揶揄されるほどその技術力は低いと見られ、日本政府も防衛庁も北朝鮮に対して特段の警戒をすることはなかったんだ。しかし、1998年8月31日のお昼過ぎに北朝鮮東部の大歩道テポドン付近にあるミサイル発射施設から発射された弾道ミサイル、後にテポドンと名付けられていたことが判明は、大気圏外を飛翔して津軽海峡付近上空から日本列島を越えるコースで飛行し、ミサイルの第1弾目は日本海に落ちたとされ、第2弾目は太平洋にまで飛翔して落下したことが確認され、北朝鮮が知らぬ間に高度なロケット発射技術を得ていたことが確認されたぜ。この発射実験においては大気圏外であるとはいえ、事前通告など全くなしに日本上空を通過したため、当時の小渕内閣も直ちに北朝鮮に対して中国を通して抗議をしたほか、マスコミがこれまでになく騒ぎ立てたために世論も敏感に反応して大騒ぎとなり、北朝鮮が日本にとって大きな脅威となる新型の弾道ミサイルの発射実験を行ったとして、以前に実施された1993年5月のノドン発射の際には表に現れなかった北朝鮮に対する反発が巻き起こったわけだ。このことを受けて、国民に北朝鮮が発射した弾道ミサイルが日本列島に着弾する可能性が否定できない時に発せられる、Jアラートが整備されるなどしたほか、弾道ミサイルを迎撃することが可能な対空ミサイル導入への国民の意識が高まったな。日本においてはテポドン発射の5年前の1993年5月29日に、北朝鮮が中距離弾道ミサイルのドンを、日本海に向けて発射した事態を受けて、1995年度から我が国の防空システムの在り方に関する総合的調査研究に取り組んでいたけど、このテポドン発射を受けて北朝鮮による弾道ミサイル攻撃が現実的なものになったため、その対抗手段を具体的に検討する必要に迫られ、1999年より護衛艦などへの海上配備型システムについて、海上自衛隊とアメリカ海軍による日米共同技術研究への取り組みが本格化したんだ。そして2003年12月、当時の第2次小泉純一郎内閣での安全保障会議及び閣議において、弾道ミサイル防衛体制の整備が決定され、航空自衛隊が運用しているパトリオットミサイルシステムの能力向上や、海上自衛隊のイージス護衛艦混合型に、アメリカ開発した弾道ミサイルを撃墜することが可能な、イージス BMD バリスティックミサイルディフェンス弾道ミサイル防衛システムの搭載が決定されたぜ。これを受けて、2004年度平成16年度から2007年度平成19年度予算において、混合型4隻にイージス BMD3.6 を搭載する改修が順次実施され、各艦は改修完了後にカウアイ島沖にある、アメリカ軍の太平洋ミサイル試射場における迎撃実験を経て、発射の成功と同時に弾道ミサイルを撃墜する能力を保有したことを確認された上で配備に戻っているらしい。これらのことを受けて日本政府は、北朝鮮が発射した弾道ミサイルの本体や破片が日本の領土や領海に落下した場合には、迎撃することが決定され、2009年4月5日の北朝鮮によるミサイル発射実験では発射の挙行が伝えられると事前に、当時の麻生内閣の浜田防衛大臣から弾道ミサイル等に対する破壊措置命令が発出され、
自衛隊では BMD 統合任務部隊を編成し、海上自衛隊のイージス護衛艦混合及び協会が日本海へ出動して迎撃体制を整えるとともに、航空自衛隊のパトリオットパック3部隊が東北地方と首都圏の自衛隊駐屯地に展開される様子がテレビのニュース画面に映し出されたよ。ミサイルは東北地方上空を通過して太平洋に落下したけど、迎撃の命令が下されることはなく破壊措置命令は解除されたね。さらに2012年4月に予定しているとされた北朝鮮によるミサイル発射実験では、弾道ミサイルが黄海沿岸の平安北道チョル山群トンチャンリ付近から南方向けて打ち上げられるとの情報があり、沖縄県先島諸島上空を通過するものとされたことから、混合型護衛艦が沖縄周辺の海域に2隻、日本海に1隻配置されたな。しかし、2009年の時と同様に自衛隊には、日本の領土や領海へ破片などが落下する恐れがある際にのみ迎撃するとの、破壊措置命令が発せられていたため、この時も領土領海への落下の恐れが発生した際のみ、ミサイルを迎撃することにしたため日本上空をスルーさせているぜ。その後、北朝鮮からの弾道ミサイル発射がさらに頻繁に実施されるようになると、それへの対応のために8隻しかない、イージス護衛艦を常時貼り付けておかなければならず、護衛艦隊の運用に支障をきたすようになっていたことから、2017年に日本政府はイージスアショアと呼ばれる陸上配備型のイージスシステムの導入を決定したよ。これはイージス艦に搭載されているイージスシステムをそっくり陸上に設置するもので、これを日本海側に設置することで、イージス護衛艦の負担を軽減し、さらに艦艇で運用するよりも人員を縮小できることから、慢性的な人員不足に悩む海上自衛隊には朗報となるシステムだったんだ。政府と防衛省はイージスアショア2機を秋田県と山口県にある自衛隊の演習場に設置することを決定し、アメリカのロッキード・マーティン製のレーダー ANSPY-7 とイージスシステム2機を発注する契約を結んだんだけど、それぞれの地元住民への説明が不十分であったことなど様々な不手際を重ねて設置を反対する声が高まり、2020年6月15日に当時の河野防衛省が導入計画の中止を発表したね。しかし、すでに発注済みの2機の ANSPY-7 とイージスシステムをキャンセルすることで大きな違約金が発生するなどの問題があり、これらを活かすべく洋上の艦艇や建築物などへ搭載して転用することが検討され、最終的にイージスシステム搭載艦2隻を新規で建造することになったってわけだ。2022年8月31日に防衛省はイージスシステム搭載艦を2027年度末に1隻を就役させ、翌2028年度度末にもう1隻を就役させる計画を発表し、12月23日に2023年度予算案に搭載される、ミサイル垂直発射装置 VLS や機関の調達費として2208億円が計上されたよ。これまでに明らかにされているイージスシステム搭載艦の要目は、基準排水量1万2000トン、全長190メートル、最大幅25メートル、乗員約240人で、現在運用中のイージス護衛艦より一回り大きく、コグラグ方式ガスタービンエンジン2機と電動機2機の機関によって10万馬力の出力を得て、最大速力は30ノットとされているな。兵装について当初は200以上の VLS を持ち、 BMD に特化した艦艇が考えられていたが、他護衛艦との共同運用が困難になることから、設計にあたっては小型化して機動力を高めるように方針転換されることになったぜ。そのため従来のイージス護衛艦とほぼ同等の兵装が搭載されることになり、5インチ単装砲1機構性能 CIWS20mm 機関砲2機マーク 41VLS2 機128セルが設置され、VLS には艦対空ミサイル SM2SAM や SM3ABM のほか、対戦ミサイル SUM として、丸7式垂直発射魚雷投射ロケットやトマホーク艦対地巡航ミサイル SLCM なども搭載されるらしい。また、現在射程距離の延伸開発が進められている12式地対艦誘導弾能力向上型や、単魚雷発射艦などの搭載も検討されており、軍事専門家の間では、
結局のところはイージス護衛艦の数を増やす形となったと指摘する声が上がっているね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。2024年も早いもので3月を迎え、ロシアによるウクライナ侵攻は長期化の様相を呈して3年目に突入。大陸の地続きである両国は地上戦闘において残念ながらロシア側が優勢に戦いを進めている感は拭えないよね。特にロシアウクライナ戦争では陸上戦力による対照戦において、ウクライナ側の弾薬不足の深刻さが顕著で、部分的な損害はロシア側も決して少なくはないとは言うものの、防御戦でも苦戦を強いられているぜ。こうした状況下、日本の現状に目を移せば幸いなことに周囲を海に囲まれている地理的な環境もあって、今のロシアウクライナ戦争にような陸上戦闘はすぐに正規する恐れはないけど、非対称戦の重要度は増しているように感じられるんだ。さて今回は新型の対芸型3番艦人芸が2024年3月に就役予定である件について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。日本の現在の安全保障上の大きな脅威といえば、すでに世界第2位の GDP を持ち軍事力の拡張に邁進する中国をはじめ、各種のミサイル開発と実験を繰り返す北朝鮮、北方領土問題を抱えるロシアがあり、それらの国々と海を挟んで対峙しているよね。この日本が仮想敵国と海を挟んで対峙するこという構造自体は、太平洋戦争後も連綿と続いてきた状況ではあるけど、経済力を背景に軍事力の強化を推し進める中国によって尖閣諸島をはじめとする南西諸島の防衛の必要性の比重が増しているんだ。これを念頭において日本は2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円まで増額する方針を打ち出しているんだけど、これは対 GDP 比で最終的に 2% の防衛予算を確保することに計算上はなる見込みだね。ただし世界的な新型コロナウイルスの蔓延の名残や、未だ激戦の続くロシア・ウクライナ戦争、イスラエルのガザ地区でのハマス等のイスラム武装勢力との戦闘などで、海外からの物資の高騰は続いているぜ。このため、せっかく増額基調に鍵を切った日本の防衛予算が、円安や各種の原材料費の上昇に伴って実質目減りする傾向が懸念されており、さらなる防衛予算の増額が必要となるのではないかとの見立ても吹き出しているな。そんな中にあっても日本の防衛の要というべき既存戦力はやはり、海上自衛隊の潜水艦隊であると見る向きは多く、2022年3月に最新型潜水艦の1番艦である太芸を就役させ、同型の配備数増加は削れない部分だろう。太芸型はすでに昨年2023年3月に2番艦である白芸も就役を果たしており、この今年3月には3番艦である人芸も就役する予定で今まさに最終の準備が行われている段階だと言って過言ではないんだ。そして太芸型は4番艦の雷芸も昨年2023年10月に進水と命名を終えており、こちらも予定通りに計画が推移すれば2025年3月には潜水艦隊の戦列に加わり、日本の海の防衛の大きな一助となることが期待されているよ。ちなみに太芸型の建造費を見てみると、1番艦の太芸がおよそ800億円、2番艦ハケ芸がおよそ720億円、3番艦の人芸及び4番艦の雷芸がおよそ700億円と、量産の効果で若干の低減が見込まれているぜ。しかし前述したように世界的な物価高騰の煽りを受けて、これらの建造費が計画を超過する事態も考えられ、今から費用の低減を図ることは容易ではないため、そうした費用の捻出のための財源確保は大きな課題になる可能性があるな。さて今年2024年の3月終了時点で太芸型も3番艦の人芸が計画通りに就役すると仮定すると、海上自衛隊の潜水艦隊は最新鋭の太芸型3隻、前級の双竜型12隻、前々級の親潮型7隻という構成となるね。これに加えて最も古い前々級の親潮型2隻が練習潜水艦として残されることが想定されているので、万が一の日本の有事の際には少なくとも24隻の潜水艦を戦力として稼働させることが可能な体制ではないかな。
ただし現在の海上自衛隊が維持している潜水艦22隻の実戦配備体制とはいえ、艦艇はすべからく実戦配備、メンテナンス、訓練の3工程を繰り返す必要があるため、計算上は最大でも同時に実戦配備が可能な数は7から8隻と目されるぜ。この稼働数で日本の海上自衛隊の潜水艦隊は、北から宗谷津軽海峡、西は津島海峡、南は宮古大隅海峡の5カ所のチョークポイントでの待ち伏せ体制を堅持していると考えられ、日本海や太平洋方面への仮想敵国の潜水艦を含む艦艇の出入りを監視しているな。これら5カ所の海峡を有事の発生の際には潜水艦隊を用いて封鎖することで、日本の本土に仮想敵国の艦艇が接近することを防止するというのが最大の目標であるといえ、現状の22隻体制はこれを実施可能な必要最低数だと目されるよ。かつては海上自衛隊の潜水艦隊の数は16隻体制であったことを考慮すれば、幾分かは戦力増強が叶ったと言える状態にも見えるが、中国海軍の艦艇数の増加ペースは著しく、これでも十分かといえば正直厳しいかもしれないね。しかし実際には第二次世界大戦後に互いにある程度の希望を持つ海軍同士が、実際の海戦にまで及んだ例はほとんどなく、今の海上自衛隊の潜水艦隊の22隻体制が理にかなったものであるのか否かを断定することは困難でもあるぜ。さて現在の海上自衛隊の潜水艦の中で最新鋭の伊芸型であるが、基準排水量は3000トン、水中排水量は推定で4300トン、全長は 84.0 メートル、全幅は 9.1 メートル、深さは 10.4 メートルの艦体を持ち、通常動力型の潜水艦としては世界でも有数の規模を誇るんだ。大芸型はこの船体に3番艦の人芸までが川崎重工業社製の 12V25-25SB ディーゼル機関を2機、4番艦の新芸以降が同 12V25-31 ディーゼル機関 ×2機と、リチウムイオン電池と発電機を備えるディーゼルエレクトリック方式を採用しているね。これらの機関部によって大芸型は最大で水上を13ノット、水中を20ノットで航行可能と目されており、軍事機密のため詳細なデータは未公表だが、航続距離は推定で最大 8000km、連続航行時間も最大で4週間とも言われているよ。こうした大芸型の性能は、推定値とはいえ通常動力型の潜水艦としては世界最高水準であることは間違いなく、前々級の親潮型や双竜型と比べても大幅に能力を向上させていると言ってよいだろうな。こうした点を捉えて大芸型であれば従来の前述した没の海峡周辺における待ち伏せ戦術に止まらず、他国の攻撃型の原子力潜水艦が実施可能な移動を行いながらの迎撃戦術が可能となったと指摘する声も一部で聞かれるらしい。しかし個人的にはいかに大芸型がリチウムイオン蓄電池の性能の大幅な向上を果たしたとはいえ、他国の攻撃型の原子力潜水艦が軒並み30ノット前後の水中速力を発揮可能な能力を備えていることに、比すれば同列には論じられないと感じるぜ。そもそもが海上自衛隊の護衛艦でも多くの水上戦闘艦が最大速力で30ノットを超える速力を発揮可能なことを踏まえれば、大芸型とはいえどそれらを追尾する速力には程遠く、主体的な作戦は困難に思えるからだね。それでも大芸型は通常動力型の潜水艦としては世界的に見ても最高水準に到達していることは間違いなく、ことに親潮型双竜型に比して連続潜航時間が大幅に伸びたことは待ち伏せ戦術においても有効性をさらに高めたと考えられるよ。最新鋭でかつ日本の海上自衛隊の最高の軍事機密に属するゆえに大芸型の詳細なスペックは伏せられているが、稀にあるの陸民へのインタビューなどを参照すると、艦内のあらゆる運用が機械化デジタル化されていることは間違いないな。ことに前々級の親潮型と比べれば、これまで人力や目視で行っていた運航作業の他の分野で機械化が進んでおり、乗組員の艦艇運用に必要な体力的な負担は大幅に削減されていることが推察されるね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。インフォ
間の非営利団体アメリカ海軍研究所 USNI によると日本最大級の軍艦が F-35B ライトニング2戦闘機の運用するために必要な試験を受けるため、2024年にアメリカ東海岸に来航するという発表が2023年11月13日にあったみたい。軍艦、と日本人としては突っ込みたいところがあるよな。仮にだが、加賀が改造終了後、初の長期航海を行い、そのまま F-35B を艦載して寄港ということはないだろうな。中国への抑止効果にもなるという意見はあるらしいが。さて今回は、この F-35B 認証試験について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。USNI の言う日本最大級の軍艦というのは、海自の出雲型護衛艦のことで、2023年11月時点で、2番艦加川飛行甲板形状をグレードアップし、改修された状態で、試験航海などの実施中だったんだ。海上自衛艦と航空自衛艦から構成された日本側の視察団がすでに2023年10月末アメリカ東海岸、大西洋沖を巡航するイギリスの航空母艦プリンス・オブ・ウェールズに乗船し、F-35B 戦闘機の運用試験を視察していたね。USNI はプリンス・オブ・ウェールズが試験をしている海域で、空母化改修後の出雲型護衛艦が F-35B の運用に関する各種試験を実施しようとしていると見ているようだな。日本政府と防衛省は2013年以降、海自の出雲型護衛艦2隻の空母化を、着々と進めていたんだけど、垂直離着陸可能な F-35B 戦闘機の導入も計画していたよ。現時点で、F-35B 戦闘機は42機ほどの導入を予定していて、運用するための飛行隊を航空自衛隊に新たに編成、宮崎県新富町のニュータバル基地に配備することも公表しているね。九州に配備するということは、南西諸島空域におけるスクランブル発進に即応するとともに、台湾有事も視野に入れていると見られるんだ。イギリス海軍空母プリンス・オブ・ウェールズは前述の通り、アメリカ東海岸で各種テストを実施しているんだけど、その中には無人航空機による試験や、アメリカ海兵隊との合同訓練もあるので、同様のテストを出雲型護衛艦で実施する可能性も考えられているよ。プリンス・オブ・ウェールズは、姉妹艦のクイーン・エリザベスと並んで、イギリス海軍史上最大の軍艦とされ、F-35B 戦闘機36機とヘリコプター12機を搭載する能力を備えているな。船体はポーツマス、ロサイス、バロー・インファーネス、クライドなど4地域で、BAE システムズと VT グループによって建造されることになっているぜ。スコットランドのロサイス造船所の1号艦ドックで最終組み立てを行うのだが、クイーン・エリザベスとプリンス・オブ・ウェールズのために改修工事が行われたらしい。プリンス・オブ・ウェールズは2022年8月27日、アメリカ東海岸での演習航海ウエストラント22に向かうため、ポーツマスを出航したんだけど、出航直後に右舷推進部の結合部や舵に損傷が発見されたんだよね。この事故のため演習航海は中止となり、クイーン・エリザベスが代わりに9月8日に出航したんだ。皇太子息子の代わりに女王母が登場したということだろうね。ウエストラント22で予定されていたプリンス・オブ・ウェールズの F-35B の運用能力認定も当然ながら延期されてしまったよ。この損傷について英国放送協会 BBC はアメリカ演習に出発した直後に故障、足を引きずりながら岸に戻ってきたとからかったんだけど、シャレにもならないよね。プリンス・オブ・ウェールズはロサイス造船所に入居して修理したんだけど、クイーン・エリザベスの部品取りにされているというデマも流れ、国防大臣がこれは一時的な応急処置と釈明する羽目になったみたい。約9ヶ月の修理と能力強化のための改修を受けたプリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に出居、28日には CH-47 が飛行甲板に着艦する画像を SNS に投稿していたよ。7月31日には映画トップガンマーベリックに登場したセリフをパロディ化したと思われる文章を投稿し、飛行甲板運用を再開したことを広くアピールしたんだ。一方、軽空母への改修が完了した護衛艦加賀派、2023年11月17日に呉基地へ帰還したぜ。長期間の改修を経て、
本来の基地に戻ったというわけだが、くしくも旧日本海軍の空母加賀の浸水日が11月17日だったため、運命的なものだという人もいたらしい。出雲級の空母加賀初着艦機能整備に加えて、艦隊内の本格的な改装は構想段階であり、既存の F-35 キャリアを参考に課題の洗い出しを行った後、2万6000トンのサイズに適した空母加賀改装が行われると推測されていることから、空母としての機能を完全に備えるまでに時間がかかっても当然ということだろうな。基本的に艦艇排水量のうちでも満載排水量は船そのものの重量だけではなく、燃料や乗員の体重、水や食料、積載貨物なども含めた総合重量となるわけだが、しかし、強襲揚陸艦の場合は運航関係の乗員だけではなく、上陸作戦要員とその装備も含まれることになるぜ。つまり、上陸作戦要員がいる分だけ空母より広い居住区が必要となるし、装備には戦車やトラックも含まれているから、車両孤島のスペースも必要というわけだね。もちろん上陸作戦関係の重量が増えたからといって、航空機の運用能力が拡大するわけではないというのは言うまでもないよ。また、護衛艦加賀の空母化改装が終わったといっても、艦載機の F-35B 戦闘機の取得も、空自パイロットや整備員の養成もまだまだで、これからスタートすると言っても誇張ではないぜ。こういった過程が終わったとしても、搭載可能な F-35B はたったの重機に過ぎないから、中国海軍やアメリカ海軍の正規空母の戦力とは全く比べようもないわけだ。最有力と思われる使用方法とは、イギリス海軍空母のようにアメリカ海兵隊の F-35B 戦闘機も共に派遣してもらい、洋上補給基地として運用することではないのかと言われているらしい。前述だけど、プリンス・オブ・ウェールズは2023年7月21日に9ヶ月の改修工事と大幅な能力強化を受け、スコットランドのロサイスのドックから出てフォース側に入り、母港ポーツマスへの帰路に着いたよ。その途中で7月29日、プリンス・オブ・ウェールズの公式 X に飛行甲板が使用再開されましたという投稿が、ヘリコプターの CH-47 チヌークが着艦する写真とともにアップされていたんだ。2日後の7月31日には飛行甲板の再開に際して、前述のように映画トップガンマーベリックでトム・クルーズが、役のセリフをパロディ化したと思われる投稿をしたほどだったね。その内容は飛行士の皆さん、おはようございます。こちらはあなたの空母です。シートベルトを締め、トレイテーブルを元の位置に戻して、着陸準備をしてください。フライトデッキは営業中ですといったものだよ。このユーモア溢れる投稿は反響を呼び、あなたがポーツマスに到着するのを楽しみにしています。母を連れて行きたいと思います。一度、ベルファストこの穏やかな海を訪れてみてはいかがですか。ここ北アイルランドのファンは、あなたの栄光の姿を見たいと思っていますというような、楽しく心温まるコメントなども寄せられていたらしいな。イギリスでは空母に親しみを感じている人が多いようで、日本との差を痛感せずにはいられないぜ。今回紹介したプリンス・オブ・ウェールズ及び出雲護衛艦だけど、中国の動向が気になる台湾有事が起きた際には大活躍すると期待する声もあるみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。
海上自衛隊護衛艦出雲に F-35B 戦闘機艦載化計画進み、現在護衛艦加賀が改修工事を行っているね。F-35B 戦闘機の配備基地が宮崎県のニュータバル基地となっているが、ロシア情勢も考えると42機体制から84機へ増やすか、半分を日本の北側の基地に配備するなどについてもいろいろ考えられるな。さて今回は、護衛艦出雲加賀が建造されるきっかけを詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ついに F-35B ステルス戦闘機艦載可能となった護衛艦出雲、日本が待ちに待った空母化が実現し、常時艦載ではないが F-35B 戦闘機はニュータバル基地に配備され、ロシア情勢次第では東北方地方に配備されるとも言われているよ。島国日本にとって、広い領海や接続水域の防衛を担う海上自衛隊は時代の変遷とともに装備する艦艇の強靭化を着々と進めており、新たな環球分野への進出も政治と連動して進化されてきているからな。このような状況下で近年の海上自衛隊艦艇の中において、人気知名度規模のいずれからも最も大きな注目を集めているのは、ヘリコプター搭載使用出雲型護衛艦の出雲と加賀の2隻だと言って間違いないね。出雲型護衛艦は海上自衛隊の艦種分類上からヘリコプター搭載型護衛艦とされ略称として DDH と呼ばれているが、海外の軍事専門誌等からはヘリ空母として認識されているよ。出雲型の初舷は基準排水量19,500トン満載排水量26,000トン全長 248.0 メートル。全幅 38.0 メートル深さ 23.5 メートル喫水 7.3 メートルとなっているよ。上記初舷から名実ともに海上自衛隊で最大の規模を誇り、最大で14機ほどの各種のヘリを搭載可能であり、以下で出てくる他の艦艇との比較の参考にしてほしいな。最大5機のヘリコプター発着艦スポットを飛行甲板上に備える出雲型は、冷戦時に最大の仮想敵国として対峙していた旧ソ連の潜水艦に対抗するため、対潜哨戒任務によって封じ込めることを最大の目的として生み出されているんだ。1991年の旧ソ連が崩壊した後に継承国家となったロシアに対して、この方向性は持続されたていたが、2000年前後には急速な経済発展を背景に身勝手な海洋進出を進める中国海軍が、日本の最も警戒すべき仮想敵国へと置き換わっていったぜ。こうした経緯から中国への警戒が最大の課題となる中、日本の同国に対する最前線は尖閣諸島をはじめとする南西諸島方面となり、中国海軍艦艇や航船の接近を阻止する方策の確立が最大の関心事になっているわけだ。中国海軍らによる接近阻止を日本が実現するためには、航空機による空対艦ミサイルでの攻撃力の強化が必須の条件となるわけだが、現状の航空自衛隊の航空機が使用可能な陸上滑走路は沖縄本島くらいしかなく補助できる島を探し求めていたんだ。仮に中国との有事が起こった際には在日米軍基地も集中している沖縄本島は、初動の攻撃で滑走路の機能を破壊される可能性が一番大きく、そうした事態に対応するためにも陸上滑走路以外での固定翼機の運用が検討されたわけだな。こうして米国ロッキード・マーチン社が開発した第5世代戦闘機 F-35 ライトニング2B 型であれば、短距離離陸垂直着陸が可能な機体であることから、これを艦載機とする艦艇を整備しようという結論が導き出されたよ。それを理由に出雲型に対し F-35 ライトニング 2B 型を艦載機として運用可能な艦艇とする航空母艦化改修の決議も進み、太平洋戦争以後初となる念願の海上自衛隊の航空母艦保有が現実のものとなったんだ。出雲型は通常の航空母艦と同様の全通式の飛行甲板を元来より備えた艦艇であったため、その飛行甲板への耐熱処理や内部の格納スペースの改修を実施して航空母艦化されることになるんだけど、これ以前にも海上自衛隊には同様の形式の艦艇がすでに存在していたよ。それが1998年より3隻就役している大隅型輸送艦と、2009年より2隻就役している日向型護衛艦であり、
出雲型護衛艦に先駆けて回転翼機を全通式の飛行甲板で運用するノウハウや技術を蓄積してきた艦艇だね。この大隅型輸送艦は、海上自衛隊の艦種を示す記号では LST 戦車揚陸艦とされているが、国際的な軍事艦艇の分類上では LPD ドック型輸送揚陸艦と見るのが一般的となっており、艦尾にある L ドックから2隻の大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇を運用することができるぜ。ただし、大隅型輸送艦は基準排水量8900トン、満載排水量14000トン、全長 178.0 メートル、全幅 25.8 メートル、深さ 17.0 メートル、喫水 6.0 メートルとなっており、前とした出雲型の初舷と比較して、小型な艦艇だということがわかるな。この艦が全通式の飛行甲板を有していてもヘリコプター搭載型護衛艦と呼ばれていない理由は、ヘリコプターを常時搭載しているわけでもないからで、したがってエレベータもヘリのローターをすべて外さないと運用ができないようになっているらしい。また、ヘリコプター専用の格納庫が設計されていない点や、それゆえにヘリの整備能力も付与しておらず、艦内への収容はあくまで応急的な運用に止まり、基本は飛行甲板への露天駐機が前提となっていることも理由の一つとして挙げられるぜ。それでも大隅型は南西諸島の島嶼防衛を担う艦としては、大型の LCAC-19 エアクッション型揚陸艇2隻を用いた戦車や装甲車両の揚陸の力を備えていることから、陸上自衛隊に新設された水陸機動弾頭の戦力投射に必須の艦艇だと言っても過言ではないんだ。出雲型に先駆けて全通式の飛行甲板を持たせ航空機の運用能力に主眼を置いた点から見れば、その前身となったのは2009年から2隻が就役しているヒューガ型護衛艦が最初だったね。このヒューガ型護衛艦は基準排水量13950トン、満載排水量19000トン、全長 197.0 メートル、最大幅 33.0 メートル、深さ 22.0 メートル、喫水 7.0 メートルの規模であり、これも冒頭の初言と比較してもらえばわかるが、出雲型の 70% 程度の排水量と容積を持つんだ。ヒューガ型護衛艦にはヘリコプターが最大で4機搭載可能とされており、全通式の飛行甲板には4箇所の初着陸用のスポットが設けられており、これらを使用した同時初着陸は3箇所で実施できる仕様となっているよ。ここでヒューガ型と出雲型の相違点の一つに挙げられるのが搭載されている兵装であり、後者は航空機運用能力に重点を置いた設計であるため、 20mm バルカン砲シウイス2機と防空ミサイルリム1162機を搭載するのみなんだ。これに対してヒューガ型は 20mm バルカン砲のシウイス2機搭載は同様だが、 324mm の3連装のマーク、32魚雷発射艦2機とマーク、41VLS 垂直発射装置を16セル装備しており、このうち4セル26発の艦対空ミサイルと12セル2アスロック対戦ミサイルを収容している艦だな。出雲型は必要最低限の固艦防空能力のみを与えられ、対戦用の兵装らは護衛に随伴する予定の護衛艦に任せる方針であることに比べてみれば、ヒューガ型は単艦での対潜水艦戦闘に従事することも想定されたものだというのも頷けるぜ。今のような世界情勢になったからこそ出雲型の2隻が改修を受け、実質的に固定翼機を運用可能な航空母艦となることは了承されているけど、ヒューガ型の建造に際しては日本が航空母艦を保有することに対しての国内の合意があったわけではなかったんだよね。そのため大隅型輸送艦で全通式の飛行甲板の導入はされていたけど、ヒューガ型の建造に際しては政治的な反発も考慮し、3つの艦隊の設計案が提唱されており、要は反応を見つつ推進された実情ということになるよ。5つ目の案はすでに存在していた春名型白根型と同様に艦の後部のみに大型の飛行甲板を設置するもので、2つ目の案が艦隊中央部に置かれた艦橋を挟んで前後に区切られた飛行甲板を持つものだったな。結果的には全通式の飛行甲板の採用が選択され、回転翼機に限定されるとはいえ最も合理的であり、その後の出雲型へとつながる実績を作ったと称えられるけど、
今から考えれば覚醒の感が拭えない気持ちだよね。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。着々と進んでいる日本の次期戦闘機開発だけど、IHI 社製 FX91 エンジンの実用化に向けての取り組みも順調そうだね。どんどん進めてもらわないと、いつ日本に脅威が迫ってくるかわからないもんな。さて今回は FX91 エンジンと次世代戦闘機の、共同開発 GCAP グローバルコンバットエアープログラムについて詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。外交防衛政策の基本方針国家安全保障戦略などの、いわゆる安全保障関連3文書が2022年12月改定され閣議決定され、これによって、日本の防衛をめぐる議論が様々な立場から様々な反応を巻き起こしているね。この決定で日本の防衛予算は2023年度からの5年間で現在の 1.5 倍の総額43兆円にもなると判明したんだけど、最終年には NATO 加盟国の目標額と同じく、対 GDP 比 2% 以上の水準に引き上げられると予想されているみたい。NATO 加盟国がロシア・ウクライナ戦争の長期化を反映し引き上げる方向が確実となってきたから、加盟国が今後は一定の防衛努力をするために対 GDP 比 2% を基準値にすると予想されるため、それに追随したということかな。日本では今後の防衛予算の使途に、防衛力強化としてスタンドオフ能力の獲得と整備に注力する方向を打ち出していて、従来より飛躍的に射程距離の長い兵装の獲得を進めようとしているみたい。このスタンドオフ能力だけど、日本に接近する艦艇からの艦対空ミサイルの阻止が第一目的で、日本を守る反撃能力を保有し配備することで、相手の射程圏外の安全な場所から攻撃できるというわけだね。つまりミサイルの能力を大きく向上させ、同時に自分が被害を受けるリスクを極力減らし、敵側の目標へ攻撃するという論理に基づいて実現しようということだな。こういったスタンドオフ能力を備えた兵装は、政府からは反撃能力と呼ばれ、政治的な認知を得ようとメディアでも使われているが、日本の専守防衛の基本理念に反するのではないかという意見もあるぜ。日本を取り巻く複雑な軍事的現実を考えても、このタイプの議論が政治的に完全に決着することがないのは確実だが、スタンドオフ能力や反撃能力などの兵装が大きな注目を集める一方、戦闘機に関する新しい動きも始まったらしい。2022年12月9日、次世代戦闘機開発を日本、イギリス、イタリアの3カ国が共同で開発するプロジェクト GCAP が正式に発表されスタートしたよ。この GCAP では日本は現在空自が運用している F2 戦闘機を、イギリスとイタリアは領空軍が現在運用しているユーロファイタータイフーンの、後継機となる戦闘機の実用化を目指しているんだ。航空自衛隊の中では現在そういった区分や呼称は廃止されているんだけど、かつては主力戦闘機とそれを補う支援戦闘機と分類していて、主力戦闘機はアメリカからの輸入か、国内企業がライセンス生産して調達すると決められていたんだって。そして支援戦闘機はアメリカとの共同開発が通例で、現行の F2 戦闘機も当初は支援戦闘機だったため、アメリカの現ロッキード・マーチン社製の F16 ファイティング・ファルコンをベースとして開発されたものだったぜ。F2 戦闘機開発については、日本国内では自国での単独開発を主張する意見があったが、太平洋戦争敗北後、自衛隊の装備する戦闘機はアメリカを含む連合国の意向で禁止され、軍備につながる産業分野も抑制されていたわけだ。そういった事情のため、機関部の製造は不可能で、航空機開発技術も大きく後退し、そのため前述の通り、F2 戦闘機は F16 ファイティングファルコンをベースとし、その機関部は現 IHI 社がライセンス生産で行ったらしい。航空機開発に関しては日本は全ての技術をアメリカに開示しなければならないという義務があったんだけど、アメリカは主要な制御部分の情報は日本側には公開せず、いわゆるブラックボックス化したので偏無的な契約だったよ。
さらに、日本側が搭載する兵装を見直すなどの F2 戦闘機の仕様変更はできず、政治的な問題があったにしろ、不満の多い運用を強いられ、高い予算で購入したのに、客の要求は無視されたわけだね。F2 戦闘機の開発での苦い経験を念頭に、日本は後継機開発に関しては機関部の内製化実現を目指し、現在の防衛装備庁と IHI 社との間でそれに向けた取り組みを言ってきたんだ。防衛装備庁からの依頼を受けた IHI 社は2010年から次期戦闘機用機関部を目指した XF91 エンジンの開発を開始、8年後の2018年6月に1機の試作機を完成させ、納入しているよ。納入された XF91 エンジンは、2020年7月まで各種の性能テストが実施され、結果として具体的にはアフターバーナー未使用時に11トン、使用時には15トン以上の推力を発揮し、この数字は F22 ラプターに搭載されているプラット&ホイット2社製の F119 に近く、空気吸入用のタービン入り口付近の温度でも1800度という優れた数値を記録、世界標準クラスの数値を叩き出したみたい。今後の戦闘機の機関部として、重要性が増してくると思われる発電能力だが、XF91 エンジンは 180kW を記録、一定水準をクリアしているぜ。確かに実際に機体に搭載してのテストではないが、スリム化、大出力、ステルス性を確保し、一定の数値をクリアした FX91 エンジンは、将来の戦闘機に対応しうると大きな期待を集めたわけだ。XF91 エンジンのサイズだが、最大部分の直径が約 1.0 メートル、全長が約 4.8 メートルで、現行の F2 の F110 エンジンと同等の大きさだな。蒸気のようにカタログ値だけど、XF91 エンジンは一定以上の水準を満たしているとして注目を集めたよ。さらに2019年のマストエイジア2019では水力変更装置が展示され、このマストエイジア2019で展示された水力変更装置は XF91 エンジンに装着可能な XVN31 というモデルで、ロシア製の第5世代戦闘機として知られているスホイ57等にも採用されている水力方向を変更する装置だね。この水力変更用装置の目的は、搭載する戦闘機の機動性を向上させるためで、機関部からの排気角度を調整して、推進方向を制御する仕組みで、アメリカの F22 ラプターではパドル式の水力変更装置が採用されているぜ。ロシアのスホイ37やスホイ57はノズル式水力変更装置を搭載していて、XF91 エンジンに装着可能な XVN31 もノズル方式でマックス20度で水力を変更できるらしい。いわゆる第5世代戦闘機は、機体本体に優れたステルス性能があるので敵の攻撃を回避できると想定されているが、戦闘機に求められてきた機敏な機動性の確保には同時にこうした工夫もあるってわけだな。これまで述べてきたように2019年に水力変更装置のノズル XVN31 が公開されるなど、XF91 エンジン実用化に向けた取り組みが着実に推進されてきているんだけど、といっても、今後の GCAP は要求によっては共同開発の変化でどんな方向に進むのか、決して予断を許さない状況みたい。GCAP では、イギリスのロールスロイス社が機関部開発を担うことになっていて、高級車で有名なロールスロイス社だけど、イギリスやイタリアが採用しているユーロファイタータイフーンの機関部開発も主導しているから、全体を統括する BAE システムズ社と共にプロジェクト全体の主導権を握るのではないかと推測されるね。また、これまでイギリス、イタリア、スウェーデンの3国が推進してきたテンペスト計画においても、ロールスロイス社が機関部の開発を行っているな。そんなロールスロイス社だが、テンペスト計画においては機関部の開発で難航していたと伝えられていて、ユーロファイタータイフーンなど、量産型戦闘機のエンジンを開発してきたノウハウを有しているぜ。ロールスロイス社は昨今のデジタルエンジニアリングの進展により、戦闘機の機関部設計から製造までを極めて短期間で行えるという自信があるとも聞こえてくるし、GCAP でその成果がわかるのだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。